たか。いや、まだ見つかっていない。必ずいるはずだ。探すぞ。己、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします、お父様。ダメだ。お父様、何を。あっちだ。お父様、これは。賊め、私をフリーゼとしてのことか。何がバカな、下民にこんな魔力が。貴様ミネス、まさか他の連中も。平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のような奴が力を得るとろくなことにはならない。何、この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。王はこのことを忠誠を疑うか。己、こいつすべての人々が魔法を使えるこの世界。これは魔法がすべてのこの世界で生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の防御に入団したアスタは、仲間たちと共に数々の強敵に立ち向かう。戦場では弱いやつが存在する価値。俺はそんなお前を壊すために生まれた。そうだ。じゃあ俺を壊してみろ。そのつもりだ。今だ。まだ二つの赤瀬の見たかユナ。宿儺マスター行くぞ。まだとはしのぎた。今だ。いけれ。そいつを消してやる。まだ戦える。いけれ。邪魔なものはまだ戦える。今だ。まだ戦える。諦めないのが俺の魔法だ。そこだー。いける。まだだー。今だ。お前の負けだー。ぶっ飛べ。今よ。そんなバカ。いける。今だ。俺は負けない。お前はまだ戦える。消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そしてつかないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ。何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。うん、ヤミさんは自分で飛べるでしょんや。飛ぶってのか。飛ばされてえのかてめえ。いや俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵って。丘陵っていうのは昔は領地にしてた土地ってことよ。この辺りは昔フレーゼ教という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ教？先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。うん、でもおかしくないっすか。何が。未来が分かるのに盗賊に襲われることが分からなかったのかなって。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局一族みんないなくなって真実は闇の中さ。未来を正確に見通すなんてせいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナーを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。なんだこいつ、動いてるぞ。ストーンゴーレムね、侵入者を排除してるんだわ。いける。やったよっしゃー、俺は負けない。やるわね、あった。いけ、俺は負けない。逃がさねえよ。やったぜ。いける。防御魔法を張るわ。俺は負けない。まだ戦える。よっしゃー、防御魔法を張るわ。どうだ、魔力なしの一撃は。その調子よ、アスター。俺は負けない。私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。じゃ、ちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。やめた。そいつらの相手よろしくな。俺は邪魔にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。いけ。どうだ、魔力なしの一撃は。今よ。やったぜ。どうだ、魔力なしの一撃は。よっしゃー、まだ戦える。いける。おー、よっしゃー。防御魔法を張るわ。回復だ。いける。やったぜ。いけ。まだ戦える。やったぜ。諦めないのが俺の魔法だ。俺は負けない。その調子よ、明日。やったぜ。その調子よ、明日。最後は私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。やったぜ。防御魔法を張るわ。俺は負けない。そうだ、魔力なしの一撃は。その調子は。そうだ、サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。まだ戦える。いけ。俺は負けない。俺は負けない。その調子よ、明日。サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。まだ戦える。やったぜ。そうだ、魔力なしの一撃は。よっしゃー、片付いたぞ。やあ、お疲れ2人とも。後輩置いて隠れるってどういうつもりなの？俺は戦いは専門外なの。闇団長、こっち片付きましたよ。あ、聞こえてないのかな。団長、入りますよ。闇団長、大丈夫っすか？返事くらいしなさいよ。ちょっとあれ、闇団長じゃない？あ、起きた。てめえら何者だ？落ち着け。俺たちは魔法騎士なんだ。俺はアスタ、お前は？なんだよ、この辺りでまだ俺を知らねえ奴がいんのか。俺は闇助弘だ。どういうこと？団長と同じ名前よ。俺に聞かれても。まさか何か変なトラップ魔法に引っかかって。じゃああれ、闇団長なのか？俺たちのことわからないみたいだぞ。記憶も一緒に若返ったのかもな。あ、おい、そこのチビ。なんでしょう。ここにもう一人カルナって女がいたよな。え、いや見てないっすけど。あ？てめえふかしてんじゃねえぞ。身長半分にされてえか。本当です。ヤミさんしかいなかったっす。怖え。若いのにむしろ怖え。そっか、じゃあいいわ。どこ行くんすか？その女を探す。いやいや、先に医者でしょ。アスタ、団長を止めるわよ。あっ、団長、俺たちと帰りましょう。何のつもりだ。やんのか。俺はやんないよ。援護するわ、アスター。いいぜ、力ずくも嫌いじゃねえしな。任せろ。どうだノエル。まあまあね。だらー面白い。かかってきやがれ。こいついけ。まだ戦えねえ。俺は負けない。くそ、これほどけ。ぶっ殺すぞ。つえー、二人がかりでやっとかよ。やっぱり団長なのかしら。この若さでこれだけ強いんだし。ねえ、本当に連れて帰るの？はこのガキが闇さんだってのか、こら。あの状況からしてそうとしか。こんなクソガキがあの闇さんだぞ。取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。え、そんなに強いの？ねえ、僕ともやらない？ねえ坊や、嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おいトサカ野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前こそ闇様の語りやがって、ただで済むと思ってんのか。ねえやろうよ。ちょっと皆さん落ち着きましょうよ。おいチビ、これほどけ。なんだかわかんねえが売られた喧嘩だ、買ってやる。上等、てめえが勝ったら闇さんだと認めてやる。表に出ろよ。ーしやるぞ。面白くなりそう。ああ行っちゃった。ゴーシュは行かないの？マリーの写真を見るので忙しい。チャーミーはおかわりだ。ふしゅー。